どうも、花輪でございます。今日はお昼ご飯を紹介しようかなというふうに思いますね。はい、ママ、よろしくお願いします。はい、今日は赤のお仕事をね、何、はい、あ、すいません。今日は何を作ってくれるでしょうか。今日は、バーバンチで誕生日会したじゃん。はい、その時に食べ損なったこれ、鯖の味噌煮と、これね、これを出すつもりが完全に出すのを忘れてた鯖の味噌煮ちゃんがここにあります。かわいそうに、せっかくババ作ってくれたのにさ、で、これ一日逆に言ったら漬け込んでるからね。そうだね、逆に美味しくなるね。もう一回煮込むから。あ、煮込みます、また、あったかくする、はいはいはい、すると、冷凍してた、もう冷凍してた、はい、あ、ハンバーグ、ハンバーグ、煮込みハンバーグ、煮込みハンバーグ、いやー嬉しい、テンション上がりますね。とお味噌汁、とお味噌汁。それではクッキングスタートです。はい、花輪チャンネル。今日もたまに、シンプルに玉ねぎとわかめと豆腐のお味噌汁ね。大きい玉ねぎですね、いいですね。大きいね、ちょっとダメですね、これね。何が、やっぱりちょっと、ついに老眼というものに、老眼ね、私ももう老眼、ついに老眼というものをですね、感じることになっちゃいましたね。マジで、それでこれ作ったんですよ。で、上の方は、何も普通の伊達メガネなんですけど、下に、下の方に老眼のあれが入ってまして、マジ綺麗に見えるそれ。なんか全然違う、マジでちょっと見せて。下の方、待って、いけるじゃん、全然いける、いける、見える見える見える、いける、ここもいける、見える見える、これいけちゃう、見えない、ちょっと、ちょっとそれ近づきすぎでしょ、そんな。でも、あれでしょ、見えるでしょ、全然綺麗に見える、すごいんですよ。私、視力 1.0? 1.0 だったかな、すごい悪くなった、昔 2.0 だったのに 1.0 まで落ちた。俺たち目が良かったんですよね。そうそう、鼻が 3.0 ぐらいだったマジですっごい遠くまで見てさ、アフリカ人じゃねえか、アフリカ人かなと思ってた、本当に。わあ、いい匂い。もうそれで？ホール缶、トマトのホール缶。トマトのホール缶が。りゅうちゃんがこれ大好きなんだよね、煮込みハンバーグ。潰しながらね。ああ、手で潰しながら。手だけど、手でいいでしょ、別に。でもこんなんだから。ウスターソースと、あ、ウスターソースこれ入ります、ね、とケチャップ、結構入れるんだね。そうだね、だってこのトマトのホール缶って、トマトだけだから、でしょ、めっちゃ最強だよな、ほんと、ほんとだよね、うわぁ、これは出せるね、店で人気だよ、この人気の商品になっちゃうよ、ね、おい、でっかいな、これよいしょ。それでは、ハンバーグを煮込んでいる間、花輪の晩酌タイムでございます。ありがとうございます。今日はね、ビールのカクテルがありましたね。ディーゼルというカクテルなんですけど、ビールとコーラ、これを合合で割るというね、今そういうカクテル、こっち今僕ハマってまして、このコーラはね、このね、ゼロシュガー、ゼロカロリーのこのコーラを使います。これがいいんだよね。まずこれを、あ、見てください、このヒステリックのヒスのグラスを、これをじゃあね、ちょっと半分こう入れます。ゴーゴーですから、まあ、こんくらいがいいのかな。そしてこの我が家にはビールサーバーがありますんで、これでおビールを入れていきます。こう入れて、それでこっちを、ほら、きた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 、上手上手、うまそうでしょ。はい、いただきます。おお、びっくりした、もういきなりきた、ごめん、ここビールだから飲めないから、いただきましょう。うーまい、
できればこのノンシュガーノンカロリーっていうのがなんか結構罪悪感なく癖がなく飲めるっていうのもありますんで。ああ美味しいな。いやうまいな、これやばいぞ。だから途中からもう割合が分かんなくなってきちゃうから、あのもう適当でいいんですよ、こうやってやって。はい、つまみ、昨日のほらバーガーの。うわ、嬉しい、最高のつまみじゃん。1個残ったから持って帰ってきて。最高のつまみ、ね、めっちゃ美味しいもんね、バーガーが作ったやつね。ねえ、ありがとう。大好き、バーガーが作ったのもあの時。だからレモンのこれ、トムちゃんが教えてもらった、うん、レモンのかけ方教えます。じゃあこれ知らない人もいっぱいいると思うんで。付き合ってる頃に教えたよね、バーガーに。まだね、これこう刺しますね、こうで、これをくる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 、こうやってやるとレモンが絞れるんですよ、手に触れずに。手が汚れる。よし、最高だな、これ。それはバーバが作ってるのもレシピわかりますんでご覧ください。ここに概要欄に、ね、載ってますんで。うわっ、これちょっとさ、水分が飛んできてトロトロになってくるからね。煮込まなきゃいけない、ね、うん、煮込まなきゃ。あとこれにわかめとお豆腐が入る、うん、結構やっぱ玉ねぎっていうのはしっかり湯がかないといけないんだよね。私はあのシャキシャキよりも、うん、このお味噌汁はトロトロの方が好きなの、うん、子供たちも、うん、そうです。トロトロにした方が、我が家の味噌汁だね。うん、そうだね、うん。奮闘金の味噌がやっぱいいんだ。じゃあ奮闘金の味噌美味しいね。これね、これ美味しいですよ。美味しい。食べれなかった、うん、サバの味噌煮。サバの味噌煮をバーバの温め直し。バーバのね、得意料理の、ね、美味しいんだよね。失敗されたかったね。ねえ、本当食べれなかったね。いっぱい入ってる。チーズ温めて。じゃあ温めましょう。うん、おい、よし、オッケー。分構成ですね。でも楽だからね。これだってバーバが作ってくれたやつだし、これもそうだし。これ楽っていうのがすごいよな。だって一番これ。ウーバーイーツ頼んじゃうんだからみんな。みんなこんな感じで話をしながら買ってやってそれ料理食ってんだから。サガウーバーイーツないの？ないね。味整えて、よし、オッケー。ちょっとコンソメ入れるだけで味がゴロって変わるから。あとチーズ乗せるから。おー、うん、コストコのチーズ、ね、冷凍してたのめんどくさって思ってポンって入れたら、うん、もうすっげー固まって、なんかもう取れなくなっちゃった。どうしようこれ、買い、よし、サバの味噌煮もバーバが作ってくれた、昨日食べ忘れた、うん、バーバ今日いただくからね、ちゃんとね、美味しく。スープも、よいしょ。トロトロできた、美味しそう、美味しそう、ということで完成しました。こちら煮込みハンバーグです。トロトロチーズ、そしてサバの味噌煮、そして特製マカロニサラダ、そしてお味噌汁。イエーイ、美味しそうだね、勝利ね。勝利君お願いします。いただきます。いただきます。はい、じゃあまずは、あ、お、お、サバの味噌煮からいきましたね。今ね、せっかくバーバが作ってたからね、食べてなかったからね。よし、よし、あ、うまっ。おいしいよね、バーバが作ったね、サバの味噌煮ね。米うまっ。米うまいでしょ。うまっ。俺が食べたから。マジうまい。水かけなかったよね。そうそうそう。最高。翔ちゃん、チーズ大好きだから。じゃあチーズぶつかけてあげれば。うん、いっぱいかけてあげようか。すごいな。ちょっとこれやばい。わお。うわ長い。そう、このコストコのやつすっごいトロトロでね、めっちゃ美味しいんだよ。味が濃厚で、本当に。うん。
美味しいですよ、チーズがね。そこのチーズ美味しいもんね。うわ、そんな、いけ、熱いから大丈夫かな、熱いと思うよ。気をつけて、持って。それでもご飯がいくんだ、熱くても。やっぱご飯だよね、もう。うまい。おいしい。よかった。気合い来た。ぐーわ。よいしょ。ご飯は。おいしい。うまっ、それでも美味しいよ、ゆうちゃん。うまっ、トマトのソース、見てあげる。うまいね、トマトのソース、チーズもすっきのこもたっぷり、チーズもたっぷりだ。よっしゃ、いっちゃおう。はい、いっちゃって。ご飯にのせて、いただきますよ。美味しい。うまっ、これをこうぶっかけてさ、うん、おい、うん、これだけでもいい。これをこうして、うん、うわ、うまい。すごいでかいね、サバがね。これでかい、これちょっと一番でかい。身も分厚いよね。もうホロホロになってる、美味しそう。スープかける？いい？大丈夫ね、うん、いきます。うまっ、おいしい、美味しいよね、バカ。油乗ってて、うん、昨日の味変わってる、ちょっと砂糖入れたから、うん、うまっ、マジやばい、めちゃくちゃうまい。ちゃんと染み込んでますね、味が。うん、味噌がやっぱね、うん、おいしい、美味しいね、うん、ダイレックスさんが作ったマカロニいかがでしょうか。おいしい？ダイレックス最高。うまっ、うまい、うまい。たまにはサボらないとね。さあ、ということでございまして、お昼ご飯の模様をね、お届けしましたけれども、この煮込みハンバーグ、本当においしいですね。サバの味噌もおいしかったな。おいしかった。お味噌汁もね、はい、ということでございまして、まだ食べてますけれども、ごちそうさまでした。おいしかった。